こんにちは、ゆうがです、えー。今回は夕方にヘビ探しに来てみました、えー。なんで夕方かというとですね、えー、この前夕方に YouTuber のみんなでヘビ探しをしたらですね、なんと45分で4匹くらい見つかったので、ちょっと夕方に探してみようと思って夕方に来てみました。今回はちょっとまだ見てないヘビをですね、えー、探していきたいなと思ってます。 えー、ジムグリを基本的には探してるんですけど、ま、もも見てみたいは見てみたいんで、ちょっと、えー、木の裏とかもガンガンめくって、今回は探していきたいと思います。はい、でかいですね、この木は。ちょっと見てみましょう。うん、なんもいないですね。 ああの木の裏をこうめくって何かを探してる人にちょっと言っておきたいんですけど必ずその元の場所に戻しておきましょう。そうしないとですね生き物が結構いなくなくっちゃうんですよね木の裏をめくったら、まあ、ムカデとかヘビとかいた場所がもうその木を開きっぱなしにしておいたせいで二度と見れなくなってしまったっていうことはよくあったりするので必ずその。 開いた木は元に戻しておきましょうこういう場所いいですよねこう微妙に水が流れてて湿度が高くてずっと日陰で気温も低いというような場所なんですけどここで前日ばかり見つけたんですよねこういうところに日ばかりとかあとマムシとか、えー、いそうですよね 虫見たことないんでちょっとね怖いんですけど一回は見てみたいですよねはいちょっと今なんと七節を見つけましたいやすごいですね僕七節見たの初めてかもしれないですね、うん、すごいですよね七節ってなんか日本の生き物っぽくないですよねもう完全に枝に擬態してますよねいやすごいですね 七節って枝に擬態してるんであんまり動かないかなと思うんですけど、うん、意外と結構動くんですよねちょっと今度は野党の周りを探していきたいと思いますちょっと今回は丁寧にこういうところの板の裏も見ていきたいと思いますはいちょっと今木の裏をめくったらアオサムシがいましたいやでかいですねあんま珍しくはないみたいなんですけど初めて見ました すごい綺麗な色してますね。一瞬マイマイかぶりかと思ったんですけど違いましたね。いやちょっとマイマイかぶり見てみたいですね。ちょっと謎の雲を発見しました。すごい柄ですね。ここら辺たまにというか結構あんま見ない雲がいるんですよね。この雲ちょっと種類わかる人いたらまたコメントでよかったら教えてください。 今、なんとですね、この場所をちょっと探してたらですね、なんと、高千穂蛇を発見しました。いや、すごいですね。めちゃめちゃテンションわかりますね。いやまさか、高千穂蛇見つかるとは全く思ってなかったんで、いや、すごい嬉しいですね。いや、いるんですね。 タカチホヘビって寿命が4年から6年って言われているんですけど、長期飼育できたっていう話を聞いたことが一回もないんですよ。なので、もしそのタカチホヘビをですね、長い間飼育できてるよっていう、ね、3年4年とか、ね、飼育できてるよっていう人がいたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。はい。いや、それにしてもめちゃめちゃ可愛いし、綺麗ですね。 うん、ちょっと動画では分かりにくいかもしれないんですけど、やっぱ虹色に光ってるんですねあ。やっとなんか手の上で落ち着いてくれましたね。うーん、それにしても嬉しいですね。まさか高千穂ビ見つけられるとは思ってなかったんで、まあ、高千穂ビはあの見つけられないと思ってたんで、探そうとも思ってなかったんですよね。 うんでも今回見つけることができてめちゃくちゃ嬉しいですねうーんいや可愛いいですね高千エ指お <laughs> あくびしましたね今めちゃめちゃ可愛い,いですね <laughs> はい、ということで、えー、よかったらまたヘビ取りの動画を上げていきますのでチャンネル登録高評価して見に来ていただけると嬉しいです。